はい、どうも、皆さん、ズバです。それでは今回も引き続き、剣士やっていきましょう。ということで、今回はですね、この遺跡、まずは目指していきます。で、その後で、どうしようかな。こうやって陸路をたどらずに、もう直接、ここに上陸しちゃおうか。まっすぐ泳いでいくような感じになるかもわからないですけどね。という感じで、今回はやっていきます。それでは、早速ですが、遺跡に行きましょう。さあ、そうこうしてるうちに着きました。あっさりでしたね。では、毎度おなじみ、ズマで突破していきましょう。いいですね。それでは、押し通る。まあ、雲でしょう。そうだよね。やっぱり雲だね。アホ一冊 ゴミでしたね。まあ、しょうがない。それでは、今度は、これは赤くならないんだね。この工場は。なんで赤くならないんだろう。これ、古代の研究所って赤くなるんだけどね。なんでこっちは赤くなる。もう一回行けば赤くなるのかな。ん？待って。まあ、スパイダー工場って出てんじゃん。スパイダー工場って出てる割に、なぜか赤くならない。なんででしょうか。ちょ、わからないですね。うん、なんだろうね。ここに行ってないから。あ、スパイダー工場になった。なるほど。じゃ、これで OK ですね。別に、これにする必要なかったけどさ。じゃあ、ここに行きましょう。泳いでいくのかな？それとも陸路かな？なんか泳いでいきそうな気がしますよね。で、今回はこの半島を調べて終わりということにしましょう。ストームギャップ海岸。ほう。何がいるんでしょうか？お、なんかいる。これは？草の海賊。初めて見る？ねえ。草の海賊、村を発見した方。なんか予想とは 予定とは全然変わってきちゃったけど、まあいいか。成り行き任せ、それもまた剣士でしょう。いいですね。それでは、この村行ってみましょう。これはこの草の海賊の、草の海賊だったっけ？草の海賊。草の海賊ってどういうことなんだ？草なのか、海なのか、はっきりしてくれ。これは一体、アウトランド？ほう。あ、すごい、バーがある。そして、これなかなか、いい防衛構造じゃないですか？これは、誰の村なんだ？漁村か。なるほど。とりあえず、バーに行ってみる？多分見るべきものはないと思うんですけどね。で、これ閉まってない？入れないの？これ。入れないね。まあ、入れないなら入れないで。いいか。そんな、押し通ってもしょうがないしね。まあまあ、いいですね。じゃあ、こっからこっち指定するとどういうルートで行くんだろう。それの成り行きに任せて行きましょう。
さて、ひとまど、なんかある。廃墟発見か。廃墟か。なんかすぐあるな、ここに。廃墟はあんまり熱くないんじゃなかったっけ。いや、でも結構、なんか戦闘になってる。去ってはいないのか。なんか大きめの街だね、これね、廃墟ね。ほら。ね、大きいよね、ここ。漁ってみようか。これはアウトポスト。なんかいるのかな。別に、鍵かかってなかったね。カニだ！カニがやたらにいる。あとは何もなし。ほら。もう何も調べるものもないんだけど、ほら。ただカニがいるだけ。へえ、面白い。カニの拠点ってこと？これもじゃあやっぱりカニ？さあ。あ、これは何にもないんだ。これってどういうことなんだ？謎が多いですね。結構いろんなもん起こってんね。ここも閉まってる。さあ。おお、またカニだ。カニね、そこそこ強いんですよね。ですね。ん？なんだこれ。お前たち帝国の犬はいつになったら追ってくれるんだ。ベンジ帝国の民。ほう。話してみようか。思った通り逃亡者じゃない私の前これ以上悪くなるよ。はい。見られたからには生かしておけないといけない。攻撃するのは私の味方だ。卑しい奴隷の味方なんていない。はい。私を騙して奴隷キャンプに送るつもりで、一徳か戦わないで奴隷キャンプに戻らない。はい。お前を助けよう。お前は少なくとも普通の帝国タイプには見えない。しかし奴隷キャンプの近くに行ったらお前を殺すぞ。信じてくれ。ちょっと待って、仲間になってんだけど。ちょっと待って。これは参ったな。ちょっと今は仲間はいらないぞ、ベンジー君。こんな仲間になり方もするんだね。なんで、ちょっとすまんが、ベンジー君は、廃棄します。解雇。いいですね。へえ、面白いね。こんな仲間になり方もあるんだね。もっと前だったらね、仲間してたんだろうけど。じゃあ、この半島を探検してみましょうか。この巣は何の巣だろうね。とりあえずこの巣に行ってみようか。カニだらけだ、これ。もしかしてカニの、あれなのか？拠点みたいな感じなのか？あ、待って、ここ行ってないね。ここも行ってみようか。あ、ここ鍵がかかってるよ。これは期待できるんじゃないの？こっちの建物なんじゃん。これやっぱすごいでかい街だよ、ほら。まあ、当然開くでしょ。さあ、何やるかな？お！図書室だ。図書室が図書館だね。とりあえず、後のみんなは外で待って、図まで調べましょう。すでに知っている。そうなんだよね。もう知らない箇所がほとんどないんだよね。ですね。お、なんか結構良さげじゃん、あって今。青本。知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。そうなんだよね。これなんか入ってるね。本。本はいらないな。では、上の階。まあ、毎度おなじみ、ここと、これと、何もなし。と、これ、お、地図。
ってる。これ、ゴミ。と、他は何もなしで、この箱と、この箱ですよね。ゴミ。以上ですね。特に何もなかった。まあでも、すごく大きい町だね、ここね。ここまで行くと赤くなるのかな?あれが。名前が出るようになるのかな?アーカイブタウン。なるほど。なんか記録を残してるとかそういう感じなのかね。カニがいる。カニがえれいっぱいんだけど。ほら。なんすかこの量。せっかくだからここも入っておきたいな。まあ相手ではないですよ。カニもね。いいですね。では、ここも一応開けて行ってみましょうか。カニだらけだった。ハズレ。いいですね。では、これはカニの巣なのか?なるほど。では、ちょっとここの半島を見て回りますか。こういう感じで、下からこういう感じで見ていく?ジグザグに。お、なんか見えてきましたよ。これは遺跡。ほう。これもまたカニだらけのとこなのかな。なんかでかいのがいいんだけど。メガクラブ。でかいよね、これね、明らかに。これカニのボスじゃない?メガクラブだよ。そこそこ強い。47、47だ。範囲攻撃がうっとうしいな、これ。ちょっと、何か後ろに回そう。しかも攻撃早いしね。体力も多い、これ。これはなかなか迫力ありますね、このデカさは。あ、ズマがやられた。やりました。これは倒しといた方がいいね、しっかりと。なんだこれ。メガクラブの神経節。ほう。なるほど。これで、とどめですね。OK ですね。ボスだったんだね、やっぱりね。ということは、なかなかのものが期待できるんじゃないですか?ここもしかして。特に原型をとどめている、その辺の、建物。ね、明らかにでかいもんね、これね。これも原型とどめてるね。ほう。さあ、何があるかな?何もなし。そんな。そんな、結構期待してたのに。次じゃ、ここ。ビープ君が転倒したまんまになってますけど。とりあえず、黒百合さんあたりで稼いでおくわ。さあ、どうかな?カニだらけだ。がっかり。上の階は?何もなし。がっかり。いいですね。それでは、次、原型止めてんのは、これは何もないような気がするんだよな。このちっちゃい建物はね。まあでも見てみましょう、せっかくなんで。こんなちっちゃいとこにこんなにカニいんのかい。すげえ今いっぱいカニいたよね。で、最後これですね。
あ、これは鍵かかってんじゃん。あ、ライブラリーか。また青本ですね、ということは。なるほど。あまり青本興奮しなくなってきてるんですよね、もう。まあ、いつも通りですね。何もなし。で、これ。青本、すでに知ってるからね。そう、地図をすでに知っちゃってるのがね、またちょっと、微妙になってきちゃってるよね。では、次はこれですね。2階も特に、見るべきものはないですね、フィールドには。地図、知っちゃってる。これは、カラー。上がってるよ。ゴミ。上がってる。知ってる地図だ。うふふむ。空っぽ。これは、入ってる。ゴミ。なるほど。残念。まあ、しょうがないですね。失われた都だって。へぇー。面白いね。失われた都だって。なんかすごい、ロマンがあるよね。また剣士の話をし始めちゃいますよ。楽しみだな、本当に。お、なんか廃墟を発見しましたね。これで最後っぽいね、この半島は。じゃあ、こう行ってみましょうか。もうすぐそこだったよね。どこだ？なんかカニの巣がやたらいっぱいあるけど。これか。でかい、やっぱり、ほら。また、カニの、カニがいっぱいいるんでしょ？知ってる、知ってる。ほら、ほら、やっぱりカニだよ。いいですね。では、次はここ。知ってる、知ってる。あれ、何もいなかった。何もいないな、本当に何もないですよね。クラブの卵。なんだ、これは。あ、ここに巣があるんだ。うわ、なんじゃこりゃ。せっかくは巣も潰していこう。すげえいっぱいいる、これ気持ち悪い。カニの巣一掃しました。いいですね。で、あとは、原型とのみて、これなんかもうどうなっちゃってんのよって話だよね。タカさんはどうしたんだ？タカさんこれ気絶してんのか？ほう。ならば、島野さんあたりに担いでもらおう。こんなもんですかね？この廃墟も。ね。略奪された遺跡。ほう。面白いですね。いろんなバックストーリーがあって。さあ、ということで、この半島は完全にカニに支配された地域だったんですね。なるほど。では、今回はこれまでとさせていただいて、で、次回なんですけれども、この辺りの地域を探索してみましょう。特にこの海岸線だね。海岸線をぐるぐると回ってみましょう。ということで、今回もこれまでとさせていただきます。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。